なんで泣いてないですよ泣いてないよ。泣いてなんで私配信始まってすぐ泣かないといけないの泣いてないよ。あ、でも今日は感動しました。今日感動してたよ。泣いてはない。涙が出そうにはなった。泣いてはないですリアチューは、あやこちさんは優しくて好きですって言ってた。本当ですか？でも私リアチュー思うんだけどさ、絶対人たらしですよね。なんか私は確信した絶対に人たらしだと思ってる。いろんな人に言ってるもん絶対。だから私は私はね、いいんだよ、悪いことではない、悪いことではないから。いろんなね、先輩と絡むことは全然いいことだし、分かるんだけど、みんなが同じように、みんな同じようにね、やっぱ優しくて好きですってね、分かるけどね、絶対同じように言ってるよだから、でもね、可愛いんですよ、本当に可愛くて、めちゃくちゃ可愛い。甘い上手だと思う。だってこの間のさ、東京の時の花だれ公演でさ、楽屋でさ、なんか一緒に、なんか何してたっけ、なんかカヌレ食べてたんですよ。でカヌレ食べてたから話しかけたら、なんかすごい、その時からこの間のあのそらはさんの生誕祭の時の公演でも、なんかね、なんて言われたっけ、なんとか、なんか話しかけるたびに、なんとかこじですね、なんとかこじですねってなんか全部にこじ、なんとかこじですね、大丈夫こじですかなんか言ってきて、うんって思ってでも可愛い、本当にめっちゃ可愛い。もう、いやでも先輩キラーだと思う。そう、コジでもね、リアチューだけいいよ、コジ使っていいよって言ってるから、それをすごい対応してますこじつけてくる。お話しくん、ありがとう、ありがとうございました。今日も楽しかったです。なんか今日の服装すごい褒められた。私毎日あの格好しとこうかな今日の全身写真、全身は撮ってないな。なんかスカートの部分、スカートの膝上ぐらいまでしか撮ってないですね。着替えました、さすがに着替えました。さすがにだってお話し会の服装だから。
似合ってた、ありがとう。もう一回、そうだね、どっかで着る。うん、お話し会の服は特別感を出したいので、ショールームではあんまり着ないようにしてます。こんな感じ。オフでは着ない。うん、なかなか着ませんね。ベレー帽をかぶることがあんまりないし、オフショルも着ることめったにないですね。似合ってたよ、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。愛久慈温泉、なんか急に涼しくなったね。急に涼しくなったからノースリーブ着た時に一瞬なんか今日服装迷ってノースリーブ着てみたんですよ。そしたらあ、なんか全然違うと思ってやめました。え、でも嬉しいね、この涼しさ。うん、お話会でうるっと来てしまいました。うるっと来た。でも私もなんか今日はお話し会の帰りにすごい切ない気持ちになりました。うん、秋の空がすごい綺麗で、あ、そうやね、明日の配信の宣伝しときますか。明日は振り返り配信があります。振り返り配信、写真集発売記念振り返り配信、明日の18時から。明日ね、ちょっと面白いことするんですよね。普通にトークだけじゃないんだよね、明日。成功でするかな。18時から多分45分とかなのかな、まあ1時間弱かと思います。うん、愛子さんのちょっとはだいぶ面白いやつ。そうかなかなあ。ギフトありがとうございます。また繊細的な、ちょっとまあ天才的なこと考えちゃったかもしれないけど、まあちょっとですよ、面白いのは。うん、ちょっとそんな面白くないけど、まあちょっと面白いかもしれない面白いかもしれない。うん、あるんですよ。成功したらもうおーってなるし、失敗したらあーってなるしでも失敗してもあーって言わないでくださいね。
失敗してあーって言ったらもうその瞬間私あの机の上のもの全部バーンってやって今あーって言ったよねって言ってもうやる気失うからやめてねめっちゃ短気うん怖っまあとにかくこの間の発売写真集の発売記念の配信とはちょっと違う感じの配信内容になります。でこれまたまたね私がねこの時間に対してなんかこうなんか言っちゃうとまたなんか批判だとかなんだとか言われちゃうんですけど、まあ、ちょっと私はねちょっと一つ言わせてほしいのが18時ってちょっと早いよね。わかる早いんですよ。この間だってさ8時近くから始まったっけ7時とかだったっけ。早くないねえ平日よ平日の18時よ。で事務員さんがまあ17時半とかまあそれか6時までやってたりするけど、でそれでさそれでさあのさ予約配信ってさどういうこと。早いんだよ配信すればいいって問題じゃないんだよ本当にもうそうもう絶対さ日帰りさせたい気満々でしょ絶対もう早いんだよもう21時とか8時とか21時とかじゃない。そのぐらいがベストじゃない。本当にそう東京のスタジオに行くんですよ。またそうショールームさんのスタジオを使わせてもらうんですけど、これまたさあのさあの物申していいですか。もう物申していいですか。あのさ配信さあの1時間弱の1時間弱まあそれぐらいさ日帰りってさそうとんぼ返りするんだよね。ってあもうちょっともう言うのやめとこう。もう言うのやめとこう。もう本当にこういうのすぐ私まとめられちゃうからもうやだ。もうまあ言っとくか。あの日帰りで往復8時間かかるんですね。それで1時間もあるかないかの配信それはねもうあの移動時間に関しては何も言えないけど、もう日帰りのことについてはねもうしょうがない部分あるかもしれないけど、どうにかならないのかどうにかならないのかと思って、まあ確かにね、まあ確かに宿代を払うよりゴニョ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 って感じだけど
で皆さんの家に泊まらないといけないんですか私が。なんで、なんで皆さんの家に泊まらないといけないの。うちに来るなら今から掃除する。大丈夫です行きません。大丈夫です行くことありません。大丈夫です、はい、突撃することはないので急いで掃除しなくて大丈夫です。でもさ、なんかこういろいろ私もさ、こうだったらいいのにこうなったらいいのにって言うけど、まあ事情がさあるって考えたら、うん、あそっかって、その私たちが知らないところでいろんな方が動いてくれるのは知ってるから、待って今言って明日気まずくならん。大丈夫です、私結構常日頃言ってるのでもう気まずくないです。はい、うん、でもね、なんかね、そう、なんかそれもね、でもちょっと難しいところなんですよね。なんかこう意見とか思ってることは声を上げないと届かないけど、なんかその意見ってなんか文句なんかなとかって思って、でこれって文句？これ意見？みたいな感じになっちゃって、これってただの主張？それとも批判？みたいな感じになっちゃって、言えないことの方が、なんか我慢することの方が多かったんですよね。で、何でもかんでも言っていいってわけじゃないと私はそれはもちろん分かってるから、うん、分かってるんで、まあその言うことは選んでるんですけど、そこら辺のね、境界線は一応自分の中で引いてて、まあ言ったりはするんですけど、でもなんかそう言った時にちゃんと説明はすごいしてくださるんですよね、うん、こういう事情があるからって。でもそういうのを聞くと、あ、こういうその表では何だろう、複雑で言えないこと、複雑っていうか、いろんなことが絡み合って、関係が絡み合ってて、その簡単に説明できることじゃない場合とか、いろんな事情とか、どうしてもなんか、ね、諸事情があったりするっていうのを、なんか何回か説明されたことがあって、あ、そっかって思って、うん、でもなんか大きいコンサートとかの時にこういうスタッフさんかかってますとか、なんか公演とかちょっといつもと違う場所で公演やったりとかした時に、どこどこの何々さんがいますとか、来てくれてますとかあって、いろんな人が絡み合ってて関係してて支えてもらってるっていうのは本当に、なんかね、
いつもそういうなんか支えてくださってる方の存在を見ると、その何か何て言うのかな、意見と文句はちょっと間違えないようにそこは境界線引いて言うべきだなっていうのは思います。ねえ、ちょっと待ってでもね、でもね、なんかね、全部否定するのもそれもまた違うんだよね。うん。ってことなので、まあいろいろじあの事情がある18時だと思ってください。まあそんなあの皆様の気持ちを背負った18時だと思ってください。早いかもしれないけど、あの何も悪くなく誰も悪くないということで、はい、そう、仕方がないっていうか、うん、最善の結果18時だったんですきっと。なのであの責めないでください、もう。ありがとう。うん。さすがにね、13時からとかだったらびっくりだけど、でも17時18時はもしかしたらもうあのポケットの中からこうやって見れる可能性があるから、こうやって。なので大丈夫です、頑張ってください。頑張ってください。ドルル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 でも私 STU のことは STU のメンバーのこととか、あと運営さんとか応援してくださってる皆さんはすごく私大好きですよ。
なんかどうでもよかったら、いや違うの、本当に私どうでもよかったら本当に本当にどうでもよくて、あのどうにでもなってほしい、どうにでもなれって感じだからだからなんか何も言わなくなったら大してそこに愛情ないんでそうだから、愛情があるんですよ。うん。いい環境。うん。なんかすごい試行錯誤してるっていう感じで、決して悪い人は一人もいないっていう感じです本当に悪い人、なんか悪い人って言うとあれだけど、うん、本当にみんな頑張ってて、運営さんもすごい、うん、優しいですね。みんなどうにか試行錯誤してるので、うん、頑張ってくださってはいるんですけど。そう、なんかマネージャーさんとかめちゃくちゃ、なんだろう、私がミンティアが今食べたいかもしれないって言ったら、あミンティアが食べたいかも、ミンティア、あなんかミンティアを欲してる、あミンティアが今あればなみたいな、あのってなったらミンティアを買ってきてくれたりあの本当に優しくてそうなんです、うん違う、あの買ってこいって言ってるわけじゃないんですよ買ってこいって言ってるわけじゃなくて、あなんかあミンティアの気分だ、ミンティア、あ今ミンティアだ、絶対ミンティアだとかって言ったら買ってきてくれたりするんですよ。そうあとはあ今絶対お水が いる、あでも今絶対お水があったら、お水があったら絶対いい、あお水が、あお水があったらいいんだけどなみたいな感じで言ったら、お水を買ってきてくれるうん、本当に優しい優しいんです、本当にでも寄り添ってくれてますね、すごい、うん、うん、なんかまあ感謝は忘れないでいようと思います。
だってそんなことお父さんでもなかなかしてくれないと思う。ああ今ミンティアが食べたいとか、ああ今ちょっとお水があったらいいのになとかって言っただけで買ってきてくれるってないから。本当に感謝ですよね。なるせ君のファンであるくよなんとんとんちゅうちゅうちゅうとんとん。今日お弁当武蔵でした。むさしむさし、むさし。おお。トントントンツーツーツートントントンツーツーツートン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 ツーツートントン。かき氷食べたい。若鶏さん食べました。美味しかったです。美味しかったです。すすすす。パパ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 。なんか私次のシングルのいつになるかわかんないけど、次のシングルのなんかその制作のなんだろう、マーチャンダイズ、マーチャンダイズグッズ、次の曲のシングルのグッズとか、なんていうか特典とか、あのジャケットのなんかいろんな新作とか関わってみたい。経営戦略で関わってみたいな。どうしよう、めっちゃポンコツで、もうなんか小島さん本当いや、なんか無駄なことしかしないんだけどとか言われたらなんか小島さん本当になんかもう本当にとかってどうしよう、そんな言われたら怖いからやめとこう怖いのでやめときます。いやでも私エンタメ系のにはもうどうしようかなって思ってる。関わらない、まあもちろんあの表にはもう出ないんだけど、うん、関わらない社会にまあ今
全然全く違う世界に行こうとしてるから、それはね、まあもう皆さんに託しますよ。みんなこれからの指定は皆さんに託します。遠くに行こうとしてるの？それは秘密ですね。それは秘密ですね。転生するって何？転生するって何？異世界？異世界に行くってこと？スライムになるの？スライムになるんですか？アイドル界の遺跡を転生。あ、そうなんや。なんかたまにね、違うグループに入るのって言われるんですけど、何、なんで2リットル飲んでもいいじゃないですかいいじゃないですか、2リットル飲んだって。あ、そう、たまになんか違うグループ違うグループになるのって言われるんですけど、それもねないですね、うん、豪快。飲まないんだ。ソロ？ソロにもなりません。何者にもなりません何者にもならないよ。こんばんは。タン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 
タンタンタンチタンタンチチタン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 は宇宙に行きたいな。宇宙に行きたいです。今の夢は宇宙に宇宙進出すること。NASA の試験受けるか。よし、今日から頑張ろう。JAXA、 NASA、 NASA にしとくね。じゃあ私私はじゃあ木星に行きます。木星、木星です。おジュピター。愛と正義のセーラー戦士、セーラージュピター、セーラージュピター。ん、これは違う。愛と正義のセーラー戦士、セーラームーン、セーラームーン、月に変わってお仕置きよ。てててててて、セーラームーンでは、うん、セーラームーンでは、ヴィーナスが好き。ヴィーナス、あ、ずっとねマーズが好きだったんですよ。でも最近じゃ あるもの見てヴィーナスになりました。金星、みんな今何時何分ですか？ねえねえみんな今何時？お、46分。おお、じゃあ10時までしますね。22時までします。はい、5時。あと何回言えるかな、このキャッチフレーズ。今何時？はい、5時。明日
は配信しない感じ。うん、なんかね、配信記念のやつって自分の個人のアカウントでやるから、なんか自分の配信でやったことになるから、なるんです。そうなるんです。はい、往復8時間。私ね、結構ね本気で考えたんですよ、どうやったら8時間かからないか。はい、飛行機で辿ってみたんですよ。まず広島空港に行く、で飛行機、広島空港から羽田空港まで行く、で羽田空港からそこからロケバスで会場へ行く、で広島空港まで時間がかかるんですよ。まずそこがちょっと一つ問題がある。ってなったら、どうしようかな。広島空港の周りに事務所と事務所と家と劇場を作るってなったら、もう広島空港の周りもう広島空港でもう こと足りる。スーパーも作る。ってなったら広島空港から羽田までひとっ飛びですね。はあ、小島財閥の力を発揮するか。でもさ、土地いっぱいありそうだしさ、いいんじゃない？次はあの海じゃなくて空のアイドル、海の空のアイドル、そうスカイ48。ソラドラ。そうそうそう、ソラソラ。確かにパスポさん、パスポさん絶対ソラだった。パスポさんってソラですよね、テーマ飛行機とかですよね。じゃあ、じゃあそうだな。市役所。市役所系アイドルどうですか？市役所にいる。市役所に各地域の市役所に。
公務員系アイドル公務員扱いなんですよ。そうだから絶対に絶対に潰れることがない。そうシャクショアイドル、そっか、それだったらもう18時無理か。そうだな、じゃあ、配達員系アイドル、配達して今すごいじゃないですか、アマゾンとかウーバーイーツとか配達系アイドル、じゃあ屋形船アイドル、屋形船アイドル、イカダ系アイドル、ちょっと待って、狭い、確かに ターゲット狭いですね。なんか会いに行けるアイドル、会いに行くアイドルってあるじゃないですか。で、私たちは海瀬戸内海で活動するアイドルだから、まあ、それはちょっとテーマはぶれたくないですよね。じゃあ、そうだな、海の家、海の家アイドル海の家会いに来れるアイドル夏限定海の家とアイドルは、ああそうなんだ、じゃあ海の
海のカフェ、海の STU カフェと劇場が端っこにある、なんだろう、崖というか海が見える崖にある。かき小屋系アイドル。あ、わかった。夏は海の家やって、冬はかき小屋をする。そっか、そんなしょっちゅう食べられないか。なるほど、わかった。何これ、何の話何の話。飲食店は難しいんですよ、皆さん。飲食店はむずいんですよ。じゃあ10時になったんで終わります。13位、たかゆうさん。12位、さわぽん。11位、みつるん。10位、マジックさん。9位、なべなべ所長。8位、マグ。7位、つっくん。6位、カタカナのたか。5位、うりんちゃん。4位、ウミガメさん。3位、ジャボテンさん。2位、くじむすさん。1位は、わたるさん。ありがとうございました。それでは明日9月24日18時から配信するので来てください。おやすみ、バイバイ。おやすみなさーい。